とりあえず一杯みたいなさ、ノリでとりあえず生きていこう、とりあえず。こうなっちゃったんだろ。蔵なんか。どうした、なんでこんな急に暗いの。あ、ここであいつ触るのか。ああ、すげえんだぞ。ここがメインストリートか。昨日はよく見てなかったけど、この石像は誰だ？7つあるけど、なんかみんな怖い顔。そう？いい顔してると思う。このおばちゃんなんか特に偉そうなんだぞ。おばちゃんどれ？ハートの女王、知らねえの？遅刻するよ。規律を重んじる厳格な人柄でマッドな奴らばっかりの国なのに、即打ち首だったから。これはサバンナを支配した王じゃなく努力家だ。嫌われ者のハイエナも差別せず一緒に暮らそうって提案した。深海の洞窟に住む不幸せな人魚、お代さえ払えば叶わない願いはなかったらしいよ。当然だよね。砂漠の国の大賢者、王女をたぶらかそうとしてたペテン師、魔法のランプをゲットして王の座まで手に入れたんだって。世界一美しいと言われた女王、毎日魔法の鏡でどんな努力も惜しまずやったって話。半端ないよね。毒薬作りの名手でもあったらしいぜ。半端ないよね。死者の国の王、魑魅魍魎、怖い顔してるけど誠実なやつで、ケルベロスもヒドラもタイタン族も戦ったんだってさ。魔の山に住む茨の魔女、この7人の中でもピカイチ。とにかく超でかい巨大なドラゴン。俺はエース、今日からピカピカの1年生、どうぞよろしく。ピッカピッカの1年生、最近その CM 見ないな。俺様はグリム、大魔法師になる予定の天才だぞ。ねえ、こんなん言ってますけど、彼頑張る自信とか気力はあるみたいなんで、変なことしたら即鍋にしまって構わないんですけど、もう生意気って出ちゃってるしね。あのこの BGM だ、ほらクールだよな。どっかのタヌキと違ってもうこらえるの無理だこんな笑うのによく全部説明したね。お前ら昨日入学式で暴れてたやつらだろ。ラじゃない、ラじゃない、俺暴れてない。ラとか言わないでほしいんだけど、 あれだけ。闇の鏡に呼ばれたのに魔法が使えないやつと、お呼びじゃないのに乱入してきたモンスター。じゃあ俺のせいじゃないじゃん。闇の鏡が悪いじゃん。闇の鏡が勝手に呼んだんだから、闇の鏡に行ってくださいよ。いやー、入学式では笑いこらえるの必死だったわ。むしろ笑ってほしかったもんね。じゃあ逆になんかシーンとしらきたんでしょ、どうせだったら笑ってほしかったもんね。しかもグレートセブンも知らないなんて、どんだけ世間知らずなんだよ。いや、俺はさ、グレートセブンは知ってんだけど、なんか設定上知らないって設定なのよ。ねえ、止めんの俺、止めたくねえ何すんだよ。そういうやりじゃなかったよな。俺は刺して晒して垂らしてほしかったのよ。俺様をバカにするからだ。その爆発頭をもっと爆発させてやるんだぞ。ああ、その頭やっぱ爆発頭だったんだ。爆発頭？へえ、俺とやろうなんていい度胸じゃん。なんか藤崎ウィングとか言われてない？それ。ああ、で、バトルなんですね。はいはいはい。切って殴って殴ればいいんですか？蹴ってじらして恥ずかしめればいいんですか？おいはい。くらえ！あ、どうなったどうなった？そんなん風で矛先を変えてやれば、そら！うまいこと使って、ああ、どうして？ああ、やっべえ！ハートの女王の石像が黒焦げに！こら！何の騒ぎです！先ほど騒ぎを起こすなと言ったばかりのはずですが。俺じゃない。しかもグレートセブンの石像を黒焦げにするなんて。俺じゃない。よほど退学にさせられたいと見えます。あの二人だけでいい。ちょ、それは勘弁。あなたもこれではグリム君を監督しているとは言えませんよ。なんでや、もうあいつが勝手にやらないよ。もうそして君、名前で呼んですねって。君って神様って立派な名前があるんで、こっちも。三人には罰として窓拭き掃除100枚の刑を命じます。何その、100枚っていう大体の数字何？いやな、マレウスの誕生日なんだよそれなのにこれから窓拭き100枚だなんて。掃除中に100枚拭くのなしなの？これに懲りたらおとなしくしなさい。いいか。それにしても
あのエースってやつ遅いんだぞ。な、何この選択肢いるこれ。うーん、なかったんだっけ。あ、こんなシーンあったな。いくらなんでも遅すぎるんだぞ。あら、エースはどこだ。隠し立てするとただじゃおかねえんだぞ。あ、最初グリムこんな感じだっけ。めちゃめちゃ焼き入れ行こうとするじゃん。あ、ちっちゃ、もう誰もいない。ちっちゃ。私がいるよ。どうも。窓拭き100枚なんかやってられるかってな。さっさと帰って。でもこれバレるけどね。俺らがチクったらバレるけどね。こらー、ほら S、 見つかった。ああ、ほら、てめえ待つんだぞ。一人だけ抜け駆けはさせねえんだぞ。待てって言われて待つわけないっしょ。お先、一人だけずるいんだぞ。俺様だってサボりたいんだぞ。あ、ここでデュースが出てくるのか。てか、こんな狭い中でさ、多分他の生徒いっぱいんでしょ。走ってたら大変なことになんない？大丈夫これ。他の生徒もいるでしょ。どいたどいたー。やれやれやれデュース、やれ。悪い人です、それ。何？やってください。それは悪いやつ。一発かましてください。人を捕まえるには腹パン。何でもいいからぶちかますんだぞ、早く。何でも、何でもいいから入れよ、重たいもの。あ、最初大釜とか言ってないんだね。で、大釜釜ジャグかと思ったよ、これ。なんだこれ、鍋。最初本当にギャグだと思ったもんな。見てみろ、エースのやつ、でっけえ釜の下敷きになってぺったんくになってるんだぞ。事件だよ。ダシーズン、事故だね。窓拭き100枚くらいパパッとやっといてくれたってさ。じゃあ俺、やらずにやりましたって言って終わらせるけど、それでいいならいいよ。学園長命令だ。 あいつが、おかみが命令して。窓拭き100枚って一体君たちは何をやったんだ。一緒にしないでください。なんか、おかみが言うてたんで、それを。今朝、そこの毛玉とじゃれてたら、ハートの女王の像がちょーっと焦げちゃっただけ。ちょーっとのレベルじゃなかったぞ。グレートセブンの石像に傷をつけたのか。それは怒られるに決まってるだろう。せっかく名門校に入学できたっていうのに、初日から何をしてるんだか。ねえ、うるせえな。つか、お前誰。僕はデュース・スペード。クラスメイトの顔くらい覚えたらどうだ。そうだね、君らだって、あれ、出席番号前後だよね。同じ寮でめちゃめちゃ顔にスーッとついてるのに、お前誰？だいぶ、何、エース、他人に興味ないの？パパッと始めますか。うん、お願いします。あ、うん。あ、グリムいなくなってたね。あ、毛玉がいない。あとはお前らに任せたんだぞ。おい、グリム。バイバイ。バイバイじゃねえよ、おめえ。本当に鍋にすっからな。あんやろ、俺を身代わりにしたな。ちょっと本当に、一緒に猫鍋食わない？ここでリズミックですね。よし、グリムをボコボコにしよう。グリムに何の恨みがあるんだ。それか、挟んだり？そうだ！なんかいいアイデアがって。おい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 、ちょい待ち！なんでマジカルペンこっちに向けてんの？いや、もうさっきの恨みをね。お前を投げればいいんだ！ってことにはならないんだよな。あ、考えちゃったからこうなっちゃったんだ。素直に挟むものを持ってくればよかったのに。冗談でしょ。浮かすな。あ、ちょっと浮いてんのめっちゃ面白いね、もう。これちょっと浮いて。俺のこと投げる気かよ。やめろ、マジで。しっかり捕まえろよ。こうはならん。じゃあ魔法であいつをなんか浮かせて捕まえればいい。あ、浮かしてってことは、じゃあウィンガーディアムレビューオーザー覚えたってことかな。僕狙って行くぞ。わあ、何してんのこの人。信じらんねえ。俺も今信じらんねえよ、目の前の状況が。伸びたな。捕まえた後の着地のことを考えてなかった。それ以前の問題なんだよな。お前、バッカじゃねえの。
バカだと思う。クリムは捕まえたけど、シャンデリアぶっ壊したのが学園長に知れたら、いやだいぶ様になってるでしょこれ。知れたらなんですって。大変だねあんたね、昨日といいね今日といい、大変だあんたね。学園長あなたたちは一体何をしているんですか。石像に傷をつけただけでは飽き足らず、シャンデリアまで破壊するなんて。俺は関係ないじゃん。もう許せません。全員即刻退学です。デュースに関、この子に関しては巻き込まれたんですよ学園長。バカな真似をした自分を恨むんですね。デュース、ちょっとデュースは関係ないんですよ。ちょっと聞いていただきます。あなた本当人の話聞かないね。魔法道具の心臓とも呼べる魔法石が割れてしまった。一つだけシャンデリアを直す方法があるかもしれません。ドワーフ鉱山で採掘されたもの、うん、同じ性質を持つ魔法石が手に入れば修理も可能かもしれません。君らのその胸についてる魔法石じゃダメなの？はい、ありがとうございます。ああ、しゃあね。じゃあパパッと行って魔法石を持って帰ってきますか。元々言えばお前らが俺に喧嘩を売ったのが、お前らじゃねえや、逆逆、お前が俺らに喧嘩を売ったのが悪いんだよ。ビビってなんかあんねえんだぞ。見てみ、ほらお前よりちっちゃいんだからビビってるところも可愛いじゃない。俺様が隊長だ、お前らついてくるんだぞ。なんでちっちゃい子で隊長したくなるんだろうね。お前らオンボルルにいなかった。ゆっくりしていきなよ永遠にね。ゆっくりしていってね。同じこと言おう。グリム、グリムが、グリムが、グリムが可愛いじゃねえか。ここもゴーストがうろうろしてんのかよ。まあ大体そうでしょ。だってな、人が活気がない場所には幽霊ってたまりやすいでしょ。どうしよう、この鉱山なんかトンネル作るときに人柱とか入れたらめっちゃ怖いな。お前があんなバカな真似しなきゃこんなことになんなかったのに。大体お前が俺らに喧嘩売んなかったらこんなことになんなかったんだよ。元はといえばお前が掃除をサボったのが原因だろ。あ、ごめん、それよりもっと前に原因があるのよ。それを言ったら最初にハートの女王の像を燃やしたのはそこの毛玉だぜ。だからお前らがえ、監督生、大津人の声は聞こえないよ。この声は人の声には聞こえないよね、これ。なんかだんだん近づいて。いや、まあただのホラーだよ。走って逃げております。なんだあのヤバいの。え、ヤバいよね。ブラー、あんなのいるなんて聞いてねえんだぞ。はよ逃げろ。はよ逃げろ。めっちゃえぐい。でもあいつ石がどうとか言ってなかった。よく聞き取れたなお前今。だいぶ聞き取るのむずかったぞ。えグリムのエーブがめっちゃ面白い。バカママ3、その3に俺は入ってないよね。4じゃない、4でしょねえ。4ちゃ、4で、お、俺はなんで急にそうやって仲間外れするの。なんかさ、こういうおばさんいたよね。帰れ、さっさと帰れっていうおばさんいたよね。それを思い出して俺は。学園長はこいつがいること知ってないのかな。あの、知ってて送ってたら俺らのことまんまん殺そうとしてんじゃん。あいつ自分の手を汚さずに殺すタイプの。学園長のこと好きだけどさ、ボロクソには言えるな。全然聞かねえんだぞ。な今のフラッシュ、なんか光った。今ね、ね、あいつの後ろ行動の奥でなんか光って。あ、タイミングのいい。あの光は魔法石。あ、そうなの。なんでこんな渡さないぞって、なん
こいつの魔法石なのかな？こいつが人間の頃の魔法石なのかな？え、そう考えたらなんか気持ち悪い。怖っ。もう諦めて帰ろうよ。あんなんと戦うくらいなら退学でいいじゃん。もうそんなにこの学校にエースは執着ないの？なっ！叫んだ。退学になるくらいだったら死んだ方がマシだ。そんなに？魔法石が目の前にあるのに諦めて帰れるかよ。は俺より魔法下手くそなくせに何言ってんだが、行くなら勝手に一人で行けよ。俺はやめた。ちょっと、ま、今のデュースの声がもうヤンキーのそれだったもんね今。ああそうかよ。なら腰抜け野郎はそこでガタガタ震えてろ。うん。はあ腰抜け、誰に向かって言ってんの？お前はお前そうやって煽るタイプだからね。普通にお前らの相性が悪い。さっき全然歯が立たなかったくせに、なんとかって何？何度やったって同じだろ。ほう。なんか、もうなんかエースの言ってくる一言一言が意味深に聞こえてさ、何度やったって同じっていう言い方がもう諦めを、なんか何かで経験してるよね。って感じに捉えられるんだけど、なんとか。だってもうなんか、絶望して諦めた時のフルでいいかと同じセリフ言ってるもん。入学初日で退学ってもっとダセい気がするのだ。なんか可愛いな。するのだって可愛いなお前。もうそう、もっと言ってやれ。そうだよ、大学ね初日ってお前伝説だけどね、ある意味。それはな。この上の選択肢何？そんなの全然クールじゃない。どういうこと？一つ提案があるんだけどさ。わかったよ。やればいいんでしょ。やれば。そう、やればいいんだよ。とりあえずやんなさい。いやい、化け物。こっちなんだぞ。化け物を誘導するのはお前なんだな。頑張ったね。あ、まだいる？あ、いたいたいた。どうしよう。この服が血に染まった色だったらどうしよう。ちょっと思っちゃった。来た。あ、神様に助け求めてる。困った時の神頼みしてる。アンドグリム様ファイヤースペシャル。ふんな。そんななんか小学生が考えるような技名だなお前。もっとなんか乗せるんだぞ。でもとりあえず大釜乗せても。重たいもの。バスとか。いいでよ大釜。あとは大釜。それから大釜。なんかもうちょっとないの？お前大釜以外に召喚レパートリーないわけ？バスとかさ、シーデならこの木が怪しくない？なんだこの木？でもだいぶ弱ってる。おいおい弱ってるぞ。あいつ今弱ってる。一発正面から。あーもうやったろうじゃん。ちびんじゃねえぞ真面目くん。おう、目の前から鉛玉入れてやれ。お前こそ俺様の真の力見せてやるんだぞ。勝利のハイタッチなんだぞ。あ、ほんと？イエーイ。肉球からその音は出ん。雨降って地固まる。あ、よしよし、イエーイ。違う。別にこれはそういうんじゃない。よく聞き取れたなお前。めちゃくちゃ噛んだぞ俺今。そう変なこと言わないでくんない？よく聞き取れたね今の。俺様が大天才だから勝てたんだぞ。じゃあだからよく聞き取れたね今。力を合わせたから勝てたわけじゃねえんだぞって言い訳すんのもダサいか。そやね。悔しいけどお前の作戦勝ちかな。まあ神様ですから僕は。い。ああ、お前が落ち着いて指示を出してくれたからこうして魔法石を手に入れられた。神様が落ち着いて指示をってめっちゃ面白いじゃん。天からの刑事来てんじゃん。これなんだ？ん？さっきの化け物の残骸か。え、あれ出てきたっけ、こんなところで。え、うわ出てきたっけ。あ、そう。え、魔法石。いや、でもこんな石炭のように真っ黒な石は見たことがない。うん、くんくん、
なんだかこれすげえいい匂いがするんだぞ。おいデュース、こいつに壊せんな、こいつに壊せんな。嘘だ、あいつが隠し持ってたアメちゃんかもしれねえんだぞ。なわけねえだろよ。うー、我慢できない。アメちゃんって匂いしないじゃん。いただきます。ああ食っちゃった。あ、ペッシュな、ペッシュなさい、ペッシュなさい、早く。おい、おい大丈夫か。ああそんなもん拾い食いするから。おおおうまーい。絶対嘘だよね。え？まったりとしていて、それでいてコクがあり、香ばしさと甘さが舌の上で花開く。お前絶対食レポ向いてるよね。まるでお口の中が花畑だぞ。頭も花畑ってか。反省ミラクル、あんま一緒にならない言葉が一緒になってんな。え？本当に魔法石を探しにドワーフ鉱山へ行ったんですか？お前が行けっつったじゃん。え？いやー、まさか本当に行くなんて。じゃあお前が行けっつったんじゃん。しかも魔法石を持って帰ってくるなんて思っていませんでした。お前があるっつったじゃん。粛々と退学手続きを進めてしまっていましたよ。なんか集中できなくない？こんなに人の顔をあるとさ。おうおうおう、あ、やばいやばい、薬切れちゃったみたいだから救急車ね、救急車。この私が学園長を務めて早10年、ナイトレイブンカレッジ生同士が手と手を取り合って敵に立ち向かい打ち勝つ日が来るなんて。今までいなかったみたいな言い方だけど、よっぽどだぞ、ナイトレイブンカレッジ生。なんじゃ。あなたには間違いなく猛獣使い的才能がある。エースとデュースはもうちょっと怒っていいと思う。どんな才能だよ本当に。なあ、サンカス、サンカス大？ナイトレイブンカレッジの生徒たちは皆闇の鏡に選ばれた優秀な魔法師の卵です。うん、優秀な、はい。しかし優秀がゆえにプライドが高く、我も強く。ろくなやついない言い方だな。もん何、優秀がいいにプライドが高く我も強くて、ね、それを学園生活内でもうちょっといい方に直せよ。お前らが教員だろ。他者と協力しようという考えをみじんも持たない個人主義かつ自己中心的なものが多い。将来が心配。いい、ね、他者と協力し合う、もうなんか利用し合う関係なのかな。なんか人としてどうなの。え、今後俺それやれってか。やだよ、だいぶやだよ。きっとあなたのようなへえへえボンボンな普通の人間こそがこの学園には必要だったのです。もうてめえ俺のことバカにしてんだろ。へえへえボンボンとか言いやがってこの野郎。全然いいこと言ってなくね。本当だよ、我神様ぞ。はい、あなたは間違いなくこの学園の未来に必要な人材となるでしょう。いや、魔法石をグリム君に授けましょう。うん。わ、魔法石？ってことは、これ俺にはくれないんだね。本来生徒は魔法石がついたマジカルペンを使うのが決まりですが、うん、俺にはくれないんだ。その肉球ではうまく握れないでしょ。俺にはくれないんだね。特別カスタムです。ああ、なんと細やかな気遣い。俺にはくれないんだね。私優しすぎませんか？知らねえよ。監督生君、あなたにこれを預けましょう。すごくこいつの存在を忘れるんだよね。これ使ってんのかな監督生普段。これは通称ゴーストカメラと呼ばれるものです。うんうん、一緒でいいだろ。カメラにハテナつけるともうカメラ知らない人じゃん。ゴーストも知ってんだけどさ。ゴーストもカメラも知ってんのよ、単語としては。ゴーストカメラっていう単語を知らねえの。はい。あなたはこのカメラでグリム君や他の生徒たちを撮影し、学園生活の記録を残してください。記録残すだけだったら普通のカメラでいいじゃん。退学免除。力が抜けた。よかったね。やれやれだね。本当だね。ランダラン
したから。俺様もナイトレイブンカレッジの生徒なんだぞ。1日目いなかったけど大丈夫？急に入ってきて。あれあいつらってなるじゃん。お前たちなんかぶっちぎって学年主席になってやるんだぞ。お前まず学ぶことがいっぱいありそうだね。2人で1人の半人前の癖してよく言うぜ。ま、よかったんじゃないの。うん。明日からは同級生だな、監督生、グリム。あ、改めてよろしく。改めてそういうの恥ずいからやめない？なんで？そうだな、これから嫌でも毎日顔を合わせるだろう。しかも同じクラスだしね。特にこいつとは同じハーツラビル寮だし。毎日こんな真面目腐った顔を見なきゃいけないかと思うと嫌になっちゃうね。まあ、寮帰ったら驚くぞ。え、同じ部屋だったのっていう。同じ部屋じゃんっていうか、同じ部屋ならお前なおさら覚えてるよ顔。それはこっちのセリフだ、サボリマエース。そんな名前なんだ。はいはい、退学に半べそ書いてた泣き虫デュースくん。んじゃ、また明日ね、監督生。バイバイ。ん？何？あ、名前って。何？あ、名前って。ん？なんか言ってた？あ、デュースくんってことね。はい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 。なんだかんだいいコンビなんだぞ。喧嘩するほど仲がいいってやつかもしれねえな。うん。さ、俺様たちも寮に戻るんだぞ。明日からは雑用係じゃない。ついに、ついに、ナイトレイブンカレッジの生徒として、俺様たちの輝かしい学園生活が始まるんだぞ。よかったね。勉強大変だぞ、お前。大丈夫か？うん、終わった。え、ここで落ちるかね。